ニコラ・ペペは、フランスイブリーヌ県、マントラ・ジョリー出身のサッカー選手。コートジボワール代表、アーセナル FC 所属。ポジションは、フォワード。コートジボワール人の両親のもと、フランスのマントラ・ジョリーで生まれた。14歳まで地元のアマチュアクラブである、ソリテール、パリエストで GK としてプレーしていた。2012から13シーズンにフランスリーグ5部の、ボワチエ FC で、 フィールドプレイヤーとしてのキャリアが始まった。彼のプレーがアンジェ SCO を指揮するステファヌ・ムーランの友人の目に留まり、2013年にアンジェと契約を締結。2014年8月26日、クープドラリーグの AC アルルアビニオン戦でプロデビューを果たした。2014年11月21日に行われたリーグドゥの AC アジャクシオ戦が、 プロキャリアでのリーグ戦デビューとなった。2015から16シーズンは、フランス3部の US オルレアンに、ローイン・セキシチームの2部昇格に貢献した。翌2016から17シーズンには、リーグンへ昇格したアンジェにローンバックで復帰。2016年10月29日の EA ギャンガン戦で、リーグンデビューを果たした。2017年6月21日、 ロスクリールメトロポールへ5年契約で完全一席。11月5日の FC メッセンで移籍後初得点を記録すると、シーズン終了までにリーグ戦で13得点を記録した。2018から19シーズン、ペペはリーグ戦 22G11A を記録し、得点、アシストともにランキング2位となる大活躍をした。彼の活躍もありリールは、 リーグ戦2位という好成績でシーズンを終えた。トロフェアンフップデュフットボールの2018から19、シーズンの年間最優秀選手候補の一人に選出され、またリーグアン年間最優秀チームに選出された。2019年8月1日、アーセナル FC は、クラブ史上最高額の遺跡金でペペを獲得した、ことを発表した。 報道によると遺跡金は7200万ポンドの5年契約であると報じられた。背番号は19番。2019年8月11日、ニューカッスルユナイテッド戦で71分から途中出場し、アーセナルでの初出場を果たした。同年8月24日、リバプール FC でアーセナルでの初スタメン、初フル出場をした。同年9月22日、 アストンビラ戦で大場名案から PK キッカーを譲ってもらい、アーセナルでの初得点を決めた。同年10月24日 UEFA ヨーロッパリーグのビトーリア SC 戦において1から2で、アーセナルがビハインドの状況の中75分から途中出場したペペはその少ない残り時間に直接フリーキックで2点を奪いチームを勝利に導いた。 2016年11月15日に行われたフランスとの親善試合でコート・ジボワール代表デビュー。アフリカネーションズカップ2017に向けた23人の代表メンバーに選出されたが出場機会はなかった。2018年3月24日の東後との親善試合で代表初得点を含む2ゴールを挙げた。アフリカネーションズカップ2019の代表メンバーに選出され、 3試合に出場したアーセナル FC ありがとうございます。